皆さんどうもこんにちは。今回はニキビっていうより、皮膚むしり症、スキンピッキングっていう話ができればと思っています。スキンピッキングは、えっと、このチャンネルでも何回か取り上げたことがあるんだけど、自分のこう皮膚とかを引っかいてしまったりとか、えー、しり取ってしまうっていう、そういう皮膚の病気っていうよりはどちらかというとメンタル疾患うん、心の病気というか、いわゆる癖みたいなもんなんですよね。例えば緊張すると爪を噛んじゃうとかさ、 なんかこう髪の毛触っちゃうとかなんかこうドキドキするとこの辺の顔触っちゃうとかいろいろ癖があるじゃないですか人にその癖の一つとしてこう皮膚をひっかいてしまうっていう癖があるんですよでそれが皮膚無り症っていう呼ばれたりとかスキンピッキングって呼ばれるものなんだけどこれってニキビに悩む人ってすごくなりやすいんですよねなぜかっていうとニキビってこうやっぱ潰すと快感があるじゃないですか で、そのニキビを潰すっていうことに慣れすぎてしまって、本来ニキビになるかどうかわからないコメドのようなね、毛穴の詰まりのようなところまでもガン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 潰すようになって、潰すともちろん傷になって小さいかさぶたができる。そのかさぶたも放置すれば、いずれ治っていくんだけど、こうむしりたくなるんですよね。無意識的に。で特に何かこうストレスがかかった時とか、えー、っと、こうねな、やっぱ疲れてきたりとかすると、 え、こう、皮膚しり症が発症してしまって、気になって触ってしまって、引っかいてしまって、傷になってしまって、本来ほんのちょっとした毛穴の先のような傷だったとしても、自分が引っかくからどん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 広がっていって、まあ、いずれは大きな、こう、 クレーターだったりとか、色素沈着の原因になると。これが皮膚無尻症なんですよね。多分、この動画をご覧いただいている方、ニキビに悩んでおられる方、非常に多いと思うので、あの、心当たりあるんじゃないですか。ね、ニキビを気になって触っちゃって、触っちゃダメだって分かってるんだけど、触っちゃって。で、どん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 ニキビがひどくなる。実際にニキビが増えてる。 だけじゃなくて自分で潰して赤みが広がってるからひどくなってるような感じがするとかねそういう方もとっても多いんじゃないかなって思いますでその皮膚むしり症ってやっぱ治すのめちゃ難しいんですよ癖だから癖を止めるっていうのは尋常じゃなく大変でまずやらなきゃいけないことはニキビを触らないことただ触らないことってことはみんなわかってるけどでも触っちゃうわけじゃないですかだからこそ触ったなって 考ええー、っと感じたら今自分はニキビを触ったぞってことに気づいたら強制的にストップさせるニキビを触った時は何々をするっていうふうに決めてしまう一旦ニキビを触ったらその瞬間スマホを触って自分自身に LINE を送るっていうルールにするとか、えー、ニキビを触ったって気づいたら立ち上がって手を洗うとか必ず手を洗う手を洗ってから次のことを考える なんかそういうふうに自分の中でルールを決めないと触り出したら永久に触っちゃう気づいたら顔から血が流れてるぐらいガリガリやっちゃったっていう方非常に多いと思いますやっぱそれを解決しないとニキビも治らないんですよねうんニキビを治したいと思ってニキビを潰して潰すんだけどそれが原因となってスキンピッキングをやっちゃって皮膚から血が出てしまう,もうこの悪循環で で、皮膚がどんどん弱くなるから、またニキビができる。だから治らないっていう状況になってしまうので、これを止めるためには、まず、皮膚を触ってしまうという状況を止める。止めることは難しいから、触ったって分かったら別のアクションを起こす。触ったら手を洗う。触ったらスマホを触る。何でもいいんですよ。自分の中でルールを決める。それで、一旦冷静になる。 でも触りたいと思う。でも触りたいと思うし、我慢できないと思うし、そのかさぶた一回カリってなってちょっと剥がれかけたかさぶたってもう取りたいじゃん。取りたくて取りたくて仕方ないと思うんだけど、そうなったら今度は絆創膏を貼る。なんかその絆創膏も昔ながらのあの茶色いトラディショナルな絆創膏だけじゃなくて、今はあの透明な、僕いつも使ってるのはケアグリーブだったかな。この辺に出しときますね。なんかこれ使ってるんだけど、これね、貼ってもほとんど目立たないんですよ。だから、 もう、剥がれかけたかさぶたとかがあって、あ、もうダメだ、触っちゃう。これ、どんだけ止めても我慢できない。触りたい。剥がしたい。ってなったら、もうこれ貼る。もうこれを貼っておけば、あの、外出かけてもほとんど目立たないし、あの、なんだったらマスクすれば隠せるしね。これを貼って隠す。みたいなことをやっています。ちょっとした赤みのボツっていう、ほんの小さいニキビだったとしても、やっぱ気づくと潰したくなって、えー、なんかね、こう、それを、 引っかきたくなってしまうので、僕みたいなタイプだと。だから、まず見ないようにするっていうのが大事。で、見た時には、えー、そういう絆創膏でカバーするとか、あとはね、これ、コンシーラー,、えー。僕、この無印のやつ使ってるんですけど、このコンシーラーで隠すっていうのは、もちろん人に対して、えー、見えにくくしてですね、こう、なんだろう、ニキビとかそういうものを隠すんだけど、自分に対しても隠す効果があって、 自分でどうしても鏡見たりとかさスマホが真っ黒になって自分の顔映る時あるじゃんあの時にうわニキビあるって思ったらもう触りたくて触りたくて多分仕方なくなると思うのだからこういうもので隠しちゃって少しでも目立たなくしておく自分に対して隠すみたいなためにコンシーラー僕は使ってますね男性の方とかでやっぱりメイクするっていうなんか、まあ、文化がねまだまだ長、えー、か,かったりとか コンシーラーを使うっていうのにためらう方とかね、躊躇しちゃうっていう人も多いと思うんだけど、でも、コンシーラーなんて塗っててもほぼバレないし、うん。そんなにね、多分みんな気づかないと思う。だから気になる部分には塗ればいいと思う。例えばフェイスラインにブワーってニキビ出まくってて、で、それを隠すには、うんとコンシーラーじゃなくてそもそもファンデーションみたいな下地も必要だよっていうレベルになったら、 多分そのメイクしてるねって分かっちゃうと思うんだけどでももしそういう状態になったとしても本当に一部だけ気になるところだけ、うん、鼻の頭のニキビとか眉間とか隠したいところのニキビだけ特にね隠したいところのニキビだけ塗ってあげることで少しでも皮膚に触らないようにするっていうことができるんじゃないかなと思うんですよ。で何が言いたいいたかっっっててううと、こののニキビにに悩んでる人っていうのは、やっぱり心にも、 ダメージを受けるので、ニキビって皮膚の病気なんだけど、でも心にもやっぱりダメージを受けるんですよ。だからその心に受けたダメージが、スキンピッキングっていう形で表面化してしまって、そのニキビを潰してしまう、ニキビを引っかいてしまう、かさぶたを取ってしまうで。そうするとどんどんニキビも治らなくなるし、ニキビなのか自分で傷つけた跡なのか赤みなのかっていうのが分からなくなって、なんだろう、悪循環にはまっていってしまう可能性があるので、そこを断ち切るためには、 もし触ってしまったら触ったって気づくこと。そして気づいて止めるためには別のアクションを起こすこと。で、どうしても止められない時には絆創膏を貼ること。で、そしてもう一個こう、そもそも気づかないようにコンシーラーみたいなものを塗って止めること。もちろんニキビを治すためには、この、いつも僕が紹介しているようなアダパレンだったりとか、 火酸化ベンゾイルっていうそのガイドラインに沿った治療をやっていくって、これはもう最低限なんだけど、その上で、サプリメント何がいいとか、あとは、どんな美容液使ったらいいかとかって、多分そっち行きがちだと思うんですよね。でも、まずそっちよりも大事なことは、傷つけないことですよ、肌を。うん。自分自身が肌を傷つけてしまってるっていう、まずそこに気づくことだと思いますね。 普通にこうニキビに悩んでない人だったら、いやなんで自分でこう引っ掻くのみたいな、そのガリってやったら痛いじゃんみたいな、その血が出るほど触るのやめなさいよって思うかもしんないけど、でもやっぱニキビ気になってるとそういうのやっちゃうんですよね。で、それやっちゃってるなって自分で分かったっていう人はもう直せます。ね、直せる。分かって気づくことさえできれば、トレーニングすれば直せます。直せないんだったらルールを決めて、 無理やり治す方向に持っていく。なんかそういう風な考え方で、えー、付き合っていただくといいんじゃないかなって僕は思います。はい。ということで今回はですね、そのスキンピッキングとか皮膚むしり症みたいな話をさせていただきました。僕自身もその、それを止めるためにすごい苦労してて、もう今でも苦労してるんですよ。ちょっとでもニキビがポツってあるともう触りたくなるし、ひっかいて潰したくなるし、で、潰すとまたそれが全然治らないんですよ。自分がひっかくから。 だから僕は絆創膏を貼ったりとか、コンシーラーを塗って隠したり、いろんなことをやっていますので、ぜひ皆さんも自分に合った方法を試していただければなと思います。では、また。